2023年末、私人逮捕系 YouTuber が世間を騒がせた。ある者は彼らを称賛し、ある者はやりすぎだと警鐘を鳴らしたが、どちらかといえば後者が多く、彼らのほとんどは収益が剥奪され、チャンネルはバンされ、警察に逮捕された者もいた。彼らのやっていたことは警察が対応すればいいのだが、その肝心の警察が痴漢や盗撮、果てには無理やり女性を襲っていたら。2022年8月12日、岡田誠46歳という男が、京成千葉駅構内で、20代女性のスカートの中をスマホで盗撮していたところを、その場にいた人に目撃され、巡回中の警察官に、県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。岡田は、なんと現職の千葉県警捜査4課警部。取り締まる側の警察官が、女性のスカートの中を盗撮するという卑劣な犯行をしていたことに警察も呆れた。大体この手のやつのスマホには戦績とも言うべき犯行の画像が残っているものだが、押収されたスマホの中にあったデータは警察の想像をも超えていた。女性のスカートの中を撮った画像の他に、入浴中の女性を撮影した動画が見つかり、明らかに盗撮されたものだった。この件でも不法侵入と盗撮した疑いで再逮捕。もっと遡る必要があると考えた警察は、未解決の女性暴行事件と岡田誠を照合。すると2017年7月に起きた性的暴行事件の現場に残されていた DNA と岡田の DNA が一致し、岡田は女性を刃物で脅すなどして性的暴行を加えた強制性交と住居侵入などの疑いで3度目の逮捕。さらには2014年7月に県内の集合住宅に侵入し、同様に女性を刃物で脅すなどして乱暴した容疑で4度目の逮捕。岡田は3度目の逮捕までは容疑を否認していたが、元警部なだけあって捜査現場にいた経験もあるため、さすがに自分の置かれた立場ともう逃げられないことが分かったのか、4度目の逮捕で観念した。通常盗撮で捕まえられるのはエスカレーターなどで女性を背後から撮ったりする犯行が多いが、岡田は入浴中の女性を盗撮している。盗撮までもここまで手の込んだことは簡単にはできないことなので、岡田は相当に熟練の経験を積んでいると思われる。しかも3度目と4度目逮捕の事件は5年前と8年前なので、被害者が泣き寝入りした件も含めるとまだまだ他にも余罪は必ずあるはずである。数年前に岡田が起こしていた事件がなかなか解決しなかったのは、岡田が警察官だったことが大きく関係している。岡田は現職であり、どんな証拠が犯人逮捕につながるかを熟知していたため、証拠隠滅が普通の犯罪者より長けていた。まず犯行時間は必ず深夜、窓や玄関からこっそり侵入し、寝ている女性に凶器を突きつけて脅すのが岡田のやり方だった。8年前の事件では岡田は女性の部屋に窓から侵入、寝ていた女性に顔を見たら殺すと言って目隠しをさせ、何にも見えなくして包丁を突きつけ、恐怖で固まらせた後に女性を犯した。他の件でも深夜に窓などから侵入して、タオルなどで必ず目隠しをさせてから凶器をちらつかせて性的暴行に及んでいる。ここまでだったら普通の犯罪者。ここからが岡田誠だった。性的暴行して岡田が果てた後、岡田はすぐに現場を去らずにベッドのシーツを洗濯したり、被害者を風呂に入れて岡田の体液を洗い流させていたのである。これらの行動は岡田の犯行に一貫しており、中には女性が本当に恐怖して泣き寝入りしてしまったために発覚していない事件もある。岡田は警察だったためにこの手の犯罪にも詳しかった。どんな脅しをすれば女性は怖がるか、何がきっかけで犯人逮捕につながるか、岡田は全てを分かった上で犯行を積み重ねていたのである。元警察官の女性に対する卑劣な犯行ともあって、
さして話題にはならなかったが、岡田を許せないと感じる人は多く、岡田の判決に注目が集まった。初公判罪状認否で髪を短く刈り、黒色スーツで証言台に立った岡田は、全て間違いありませんと起訴内容を認めた。検察は冒頭陳述で、岡田がこのことは誰にも言うななどと女性を脅していたなどと指摘。動機について問われた岡田は、2014年に亡くなった父親に手を差し伸べられなかったことを語り、父親のことで悩みがあり、自暴自棄になっていた性欲や好奇心が罪悪感を上回ったと話した。いずれの事件への関与を認め、現職の警察官が事件を起こしたことを問われると、私の最低の行為で同僚を裏切り、市民を裏切り、社会全体に影響を与えて申し訳ないと謝罪した。千葉県警は岡田を逮捕後、懲戒免職処分としている。岡田の母親も証人として出廷。息子が起こした最低な事件について、被害者の肩にとんでもないことをした、申し訳ありませんと涙で声を詰まらせた。検察側は被告人質問で、岡田が犯行後にシャワーを浴びるよう指示したり、寝室のシーツを洗濯させたりしたことについて、証拠を残さないようにするためではと指摘すると、そうだと思うと答え、父親の死と犯行は結びつかないと問われると、犯行のストレスでまた犯行をしたと説明した。性的暴行の詳細について聞かれると、記憶がないですと言って、詳細については明言を避けた。女性を襲ったことに関して、そういった内容の動画、つまり相手の同意なく女性を蹂躙するような内容のビデオを見たのもきっかけと答えた。覇気がなく今にも消え入りそうな声で答弁する岡田に対し、裁判長は、今後大丈夫なのですかと問うと、二度と同じようなことはできません、そのために社会復帰できたら再犯防止のと、ごにょごにょした声ではっきりとは答えなかった。岡田に襲われた被害者は、長年自分を犯した犯人が捕まらなかったことで、いつかまた襲ってくるのではないかと恐怖に怯えていた。岡田が捕まり、現職の警察だったことを知ると、とても驚いた。もはや社会そのものが信じられない、絶望的な気持ちになったと語り、続けて一生刑務所にいてほしいと告げた。被害者は事件当日から岡田が逮捕に至るまでの心境を、就寝中に馬乗りになった犯人に包丁を突きつけられた、本当に殺されるかもしれないという恐怖の中、完全に物のように扱われた、悔しくて仕方なかった、犯人は警察に通報するな、どこまでも追いかけるぞと言っていたため、何年もずっと怯えて生活していた。住んでいた部屋は引っ越しせざるを得なくなったが、周囲に聞かれるたび笑顔でごまかすのが本当につらかった。小さい音に過敏に反応するようになり、ほとんど眠れない日々が続いた。ようやく日常を取り戻しかけた頃、犯人が逮捕されたと聞き、フラッシュバックするようになった。涙が出てきたり、恐怖に襲われたり、何も手につかなくなったとして今も苦しみ続けていることを告げた。警察官の女性暴行という前代未聞の事件に対し、検察は懲役17年を求刑。一方、岡田の弁護人は、警察官だったことから大々的に報道され、家族は離散した。自業自得といえばそれまでだが、警察官だったことで社会的制裁も受けたと広く報道されたことや、退職金が不支給になったことなどを理由に情状酌量を求め、懲役10年が相当であると述べた。そして下された判決は懲役13年。裁判長は、自身の歪んだ欲望を満足させるための身勝手で悪質な犯行で、被害者が受けた苦痛は計り知れないと指摘。その上で、法を遵守することを期待される現職の警察官が重大な犯罪を犯したことによる社会への反響は大きいとした。岡田のいた捜査4課は、暴力団などを対象に取り締まりをする部署。
岡田は幹部候補だったため、あと数年で警視に昇進し、その後は他の警察署の署長にまで上り詰めた可能性が高い。もし今回の事件が発覚しなければ、盗撮や女性暴行を繰り返していた葛が署長になっていたかもしれなかったのである。女性を犯して絶望させておきながらの右脳と過ごしていた岡田に懲役13年はいささか短すぎるのではとも思うが、心配なのは刑務所に入ってからである。元警察の人間が刑務所に入ると、それはひどい扱いを受ける。自分たちを捕まえた人間がいるのだから、いじめの対象になるのは当然である。元警察官のとある受刑者は、他の受刑者から徹底的にいじめられ、逆らうこともできず10円ハゲが何個もできるほどストレスを受けていたという。また刑務所内カーストの最下位は性犯罪者である。岡田はどちらの条件も満たしているため、もしかしたら死刑になった方がマシだったかもしれないほどの扱いを刑務所で受ける可能性があるのだ。しかし岡田のやったことを考えると、それでも生ぬるいくらいである。果たして生きて出てこれるのか、自業自得だが、岡田誠の地獄の生活はここから始まるのかもしれない。